皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は茨城県の生徒に向けた中学校1年理科植物の生活と種類の内容です。前次では花の作りとめしべの断面の学習をしましたね。今日は花の働きについて学習します。小学校では受粉、めしべの先に中頭ですねにおしべの花粉がつくことで実や種子ができると習いました。朝顔の花が受粉をし花が枯れ少しずつ実が育っていき種子になっていく様子を観察したと思います。この実については果実と言います。では今日の課題です。今日の課題は花のどの部分が果実や種子になるのだろうかです。最初に登場したアブラナの花です。花が受粉しこのような果実になります。果実が熟成するとこのような形になります。それでは果実を観察しましょう。アブラナの果実とカッターを準備しましょう。果実を縦に切って断面をルーペで観察します。果実の中に見える丸い粒々が種子です。では今日の課題について動画を止めて予想を書きましょう。予想は立てられましたか？今までの学習から受粉すると果実ができて種子ができたということからめしべが変化したということがわかります。その中でも予想としては中頭に花粉がついて受粉するから中頭が果実に変化したのではないか、や形が似ているから子房が果実で胚種が種子になるのではないかというような予想が立てられたと思います。では今出てきた予想を確かめるためにどんな観察をすればよいでしょうか。考えてみましょう。予想を確かめるために観察はめしべの断面と果実の断面を比べます。こちらが結果です。アブラナのめしべの断面とアブラナの果実の断面です。スケッチをしましょう。スケッチの仕方です。教科書13ページを参照します。見えるものを全てを書くのではなく目的とするものだけを対象にして書きます。先を細く削った鉛筆を使い一本の線で輪郭をはっきり表します。影をつけません。気づいたことを言葉でも記録します。動画を一時停止してスケッチしましょう。スケッチは終わりましたか？この結果から似ているところがありますね。気がついたことを考察に書きましょう。では考察です。アブラナのめしべの断面とアブラナの果実の断面を比べるとこの子房が果実にこの
肺腫が種子に対応していると考えられます。はい、今日のまとめです。今日の課題は花のどの部分が果実や種子になるのだろうかに対するまとめは、花のめしべの脂肪が果実になり、脂肪の中の胚種は種子になるです。はい、ではその他の植物についても確認していきたいと思います。こちら、前回勉強したエンドウです。エンドウのこの脂肪の部分がこの果実、そしてこの胚種の部分が種子になっています。こちらの桜の花ですけれども、ここの脂肪の部分がおいしいおいしいさくらんぼの果実、そしてこの胚種の部分がさくらんぼの種子になっています。このように種子を作る植物のことを種子植物と言います。種子が作られるためには受粉が必要ですね。受粉に必要な花粉の運ばれ方には2つあります。その1つが虫によって花粉が運ばれる中梅花です。中梅花は目立つ色や形のものが多く、花に引き寄せられた虫が花粉を運んできます。もう一つは風によって花粉が運ばれる風梅花です。風梅花の花粉は小さくて軽く、花粉症の原因となる植物には風梅花が多いです。例えば杉や稲です。受粉してできた種子の運ばれ方ですが、タンポポのように風に運ばれる、鳥などの動物に食べられて運ばれる、水に運ばれる、ホウセンカのように弾けて飛ぶ、オナモミのように動物にくっついて運ばれます。このようにして移動できない植物も生活の場所を広げることができるのですね。これで本日の学習は終わりです。板書を見て振り返りをしましょう。それではまたねー。